写真拡大。西武の平井克則投手が3日、所沢市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、ほぼ3倍増となる6500万増の年俸1億円でサインした。金額は推定。本季は81試合に登板し、1961年に球団 OB の稲尾和久氏が残した1シーズン78登板という球団記録を更新するなど、大車輪の活躍でチームのリーグ2連覇に大きく貢献した。会見場に姿を見せた平井は、保留しますと切り出したが、すぐに、嘘です。一本いただきましたとにっこり。2016年ドラフト5位で入団してから3年で1億円プレーヤーに上り詰めた。今年の優勝に貢献したと評価していただいた。81試合を投げたところも評価していただきましたと、交渉の場での球団とのやり取りを明かした平井。来季は数字に対するこだわりは捨てたい。後輩も入ってくるし、若い投手も出てきている。背中で引っ張っていきたいと大台に乗った自覚と責任を口にした。今季はブルペン陣の要として休みなく働き続けた。81試合登板という偉業を達成したが、本人は81試合も投げたのかな、俺とはライト橋、僕自身も挑戦したかった。使っていただいた監督、コーチには感謝したいと納得顔でうなずいた。来季については何よりもまずは3連覇。そして同じ土俵に立ってソフトバンクとガチンコでやりたいと、日本一ダッシュを力強く誓った。安藤かなみ。